あいつ何してんだ？東京ゲームショウの紹介をしているのですよ。東京ゲームショウ？あ、知らないのですね。東京ゲームショウは年に一度行われるゲームの祭典。毎年膨大なお客様が訪れることで有名ですが、今年は C ウイルスの対策として、特定のインフルエンサーなどにのみ来場できる形となっております。そんなインフルエンサー枠に、神鎌さんが招待されたようでして、今回は東京ゲームショウを回っていくそうですよ。ほう、なかなか面白そうだな。不審者として警察に連行されるまで見届けようじゃねえか。ここはどこだ？ここは、近日展開予定の遊戯王マスターデュエルのブースですね。見ての通り、このブースでは配信前のゲームを体験できるようです。また、この体験プレイで使用されたのはプレイステーション5。神鎌さんはプレイステーション5を所持しておりませんので、この場で初めて実機に触れたようですね。プレイステーション5といえば圧倒的に進化したグラフィックだが、こいつの視力じゃまるで体験できねえな。はい。それより遊戯王だと、難しいと聞くが大丈夫なのか？ああ、神鎌さんは時と場合や対象を取るとらないなどの用語は把握しているくらいのデュエル知識はあるようで、生前はカードショップのデュエル大会で準優勝の経験があるとかないとか。よかった、ルールは把握しているのか。つまりそういうことですね。遊戯王マスターデュエルでは、カードテーマのサイドストーリーが強調されておりまして、プレイ前にはこのようにショートムービーが流れるようですね。今まではバリアブルブックなどでしか見ることができず、サイドストーリーを知っているデュエリストは限られていたんです。カードにまた深みが増すってわけだな。そして、遊戯王マスターデュエルの醍醐味は本格的なデュエル、カードゲームとしての魅力に特化したゲームなのが特徴です。さあ、お前のデュエリストとしての実力を見せてもらおうか。あ、これ負けましたね。おい、こういう体験プレイってまず負けないくらい弱い CPU になっているだろ。その CPU に負けるくらい神鎌さんが大変弱かったようですね。嘘だろ。これではデュエルで笑顔は生み出せません。エンターテイナーには程遠いものです。いや待って、そこまで言うか。ここはどこだ？自宅か？あっちゲーは。ここはカプコンさんのモンスターハンターのブース。ここでは、ゲーム内のサイズを現実に再現した、等身大のお友ガルクです。もしかしてこいつ生きているのか？ピュアな心、素晴らしいです。ってことはもしや本当に本物？違います。あうん。お友ガルクに登場できるとのことで、神鎌さんも乗ってみました。ほう。なんかシュールだな。いろいろ根本から似合ってないと言えばそうですが、具体的に言うのであれば、リアル調なお友ガルクに対しアニメ調な神鎌さんでは噛み合わないのでしょうか。というわけで、スタッフさんに降ろされて終了です。気遣いなのでしょうけれど、そこまで片足上げる必要ありませんよ。ちなみに、ありがたいことに一部のスタッフさんには存在を認知されていたようでして、少しだけお話しすることができたようです。こんな変質者と大差ない加工食品が、本当にありがたいな。ありがたい限りでしたね。あれ？ここショールームかなんかだっけ？ここはイケアさんのブースです。現在、ゲーム環境というものがとても注目されておりまして、ゲーミングモニター、ゲーミングデスク、ゲーミングチェア、様々な日用品がゲーム用に特化している時代です。ここでは、それらゲーミング家具の使い心地を体験することができました。神鎌の自宅ってその、ゲーミングなのか？全く、本人もやや気にしているようでして、新年明けたら新調したいと思っているそうです。その際にはぜひとも、イケアさんの家具を参考にしたいな。そうですね、ゲーマーさんにはもちろんのこと、最近だとテレワークの存在もあってデスクやモニターにお世話になる機会が多い時代、そういった際にゲーミング家具をお試しするのもいいのではないでしょうか。おい、何じゃれてんだあいつ。知り合いじゃないよな。隣にいらっしゃる方はチータンさんと言います。資料によりますと、秋葉原観光推進協会の公式キャラクターですね。ゆるキャラさんか。そして、常識破りの破天荒な YouTuber ですね。見てください、チータンさんの勢いに押されて神鎌さんは地味なリアクションしかできておりません。対抗手段がない神鎌さんは苦し紛れのダブルピース。わあひでえ、やっと本領にはかなわないってやつなのか。アドリブの才能に恵まれておりませんからね。とりあえず公式サイトのポーズです。チータンさんが真似してくれました。とても可愛らしいですね。腰のひねりが入っているのもポイント高いです。神鎌は下半身が動かないらしいからな。少しずつ鍛えてるそうですが、おや、チータンさんの方から握手ですね。大御所さんの心の広さに感謝です。チータンさんのグータッチです。これはいいですね。ちょっと、何スルーしているのですか？視力の悪さで気づいてなかったのでしょうか？悪い。ノリが悪すぎるぞ。まだまだ訓練が必要ですね。周りをよく見れるようにしないとな。物理的にも、心理的にも。というわけでチータンさん、ありがとうございました。ところでこれは予定されていたやつなのか？いえ、たまたま遭遇したそうですよ。こうして、様々なブースにお邪魔し、多くのゲームや方々に触れて、神鎌さんは、とても充実した一日を終えました。来場者がとても限られてしまった今回の東京ゲームショウ。この動画を通じて、少しでもその場の雰囲気を感じていただければありがたいです。そういえば、神鎌は TGS 行くのは初めてなのか？当然です。神鎌さんにとっても、貴重な体験になったでしょう。次回も開催されることがありましたら、より多くのゲームの知識をつけて、これまで以上に楽しみたいところです。それでは以上、東京ゲームショウ2021でした。